前回、なんとちえちゃんも狼だったということが判明。これは、狼、そう、実は私は狼のカードを引いてしまった、とりあえずはいつもの物置へ戻ろう。そこで、作戦を立てなくちゃ。まさか残り5人で2人狼だったとは。私は周囲にバレないように、平静を装いながら物置へと戻った。私が人をピロス？一体誰を、私なんかに人がピロせるの？でも、私は生き残らないと、私には帰らなくてはいけない理由がある。とにかく、どうするか考えなくちゃ。帰らないといけない理由？そこで何かヒントになるものはないかと、観察したメモを見返していたのだ。しかし、そこにはピロ人に役立ちそうな情報は何もなかった。むしろ、楽しかった思い出が今の自分を苦しめるだけだった。とにかく、今回私は狼だ。誰かをピロさなければ、自分が処刑されてしまう。早く、作戦を考えてピロ人を実行しなくては。幸いなことに私の荷物の中にはまじない用のナイフがある。凶器はこれで決まりだろう。あとは、誰をターゲットにするかだ。前回まであんなにほっこり会だったのに。今残っているメンバーは、りつちゃん、れいな、りくん、こうくん、りんたろうくんの4人。つまり、男性が3人に女性が1人。狙いやすいのは、力の弱い女性。つまり、親友じゃなかったのかよ。りつちゃん、そんな、私にりつちゃんをピロすことなんて。でも、そうしないと私もピンでしまう。どうしよう。いや、究極の選択だな。とにかく私は、りつちゃんの様子をもっと詳しく観察してみることにした。まずはりつちゃんを探そう。友達になれそうな2人だったのに。建物の中をくまなく探索すると、シャワールームで彼女を見つけた。私は廊下から、彼女に見つからないように観察した。リツちゃんは何やら考え事をしているようだった。ピロス方法を考えてたんすよ。リツちゃん、彼女は活発で自分の考えをはっきり持っていて素敵な女性。一見口が悪いけど、私にもよく話しかけてくれる優しい人。リツちゃんは私がまじないをしているとき、こんな風に話しかけてくれたことがあった。いい思い出を語らんでくれ悲しくなる。ちえ、お前それ何やってんだ？私は現実逃避のために儀式を行っていた。邪魔してごめん、続けていいよ。なんか面白そうじゃん。リツちゃんはバカにしないんですか？私がやっていること。別にバカにしないけど。見てて面白いじゃん。それもうバカにしてません。それにちえはそういうのが好きなんだろ？はい。それなら、他人がバカにするなんておかしいだろ。ありがとう。まあ世の中には、心ない悪口でバカとかクソとか気軽に言う人間もいるからな。私も幾度となく使えないと言われましたが。言われた方は結構簡単に傷つくもんなのにな。私も経験があるからわかるんだよ。リツちゃん。リツちゃんにもそんなことが、今のリツちゃんから想像できんよな。それに私結構変な人好きだからな。だからちえも話しやすいよ。リツちゃん。なんで泣いてんの？あんた私より年上じゃん。しっかりしろー。すいません。なんだか嬉しくて。そうだよな。受け入れてくれたんだから。なんだよそれ。すいません。こらえきれない涙が溢れてきた。その理由は、リツちゃんの言葉がとても嬉しかったから。そして、大事にしていたある人の言葉を思い出したからだった。大事な人？その大事な人というのは、私のお兄ちゃんだ。ちえちゃんお兄ちゃんいたんだ。初耳ですね。どれどれ？20年ほど前。それはまだ私が小学校の頃。あら、かわいい。人と話すのが苦手な私は友達ができなかった。しかし、正直それ自体はあまり気にしていなかった。一人でポエムや絵を描くのが大好きだったから。昔からそうなんですね。ポエムや絵を描いている間は、現実世界を忘れることができた。お兄ちゃん、これ、ポエム描いてみたの。どうかな？変かな？お兄ちゃんイケメンやんけ。落ち着け万年発情期。結構いい感じじゃん。ありがとう、嬉しい。そんな風に言ってくれるのは、お兄ちゃんだけ。そうなの？うん。お父さんとお母さんにも見せたら、きっと喜ぶよ。もう、見せたの。でもね、そんなことしてる暇があったら勉強しなさいだって。そうなんだ、まあうちの親ならいいそうなことだな。頭の固い親なんだな。あとね、この間お父さんとお母さんがお話ししてたのが聞こえてね。お兄ちゃんは優秀なのに、ちえは邪魔だって。頭固いってか頭おかしいじゃん。どういう意味かな。お父さん口臭いって意味ですね。ちえ、両親がなんて言おうと俺はちえが大好きだよ。ちえのポエムも、歌も、ちえの見ている世界は他の人にはない良さがあると思うんだ。そういういいところを伸ばしていけばいいと思います。だからこれからも、ポエムや絵を描いたらお兄ちゃんに見せてくれよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん性格もイケメンかよ。小学生の頃の記憶、大事なお兄ちゃんとの記憶。私は昔から物覚えが悪くて、勉強ができなかった。勉強の代わりに絵を描いたり、ポエムを描いたりするのが好きだった。そんな私とは対照的に兄はよくできた人だった。成績優秀で運動もできた。そんなお兄ちゃんを両親は溺愛していた。私の両親は地元で有名な資産家で、世間体をとにかく気にする人だった。だから頭の悪い私は幼少期から、すでに両親からは見限られていたのだ。テストで悪い点を取ったり、言うことを聞かないとよく小部屋に閉じ込められた。そして、毎日のように系はダメなこと言われて育った。そんな家族の中で私の味方はお兄ちゃんだけだった。ファッキン両親ですね。お兄ちゃんは両親に見つからないように、私が閉じ込められている部屋に遊びに来てくれた。そして、ポエムや絵を褒めてくれたのだ。とても優しくて、素敵な人。そして、リツちゃんの発した私は好きだよという言葉。その言葉を聞いて、私はお兄ちゃんのことを思い出してしまった。リツちゃん、あなたには、生き残ってほしい。私は、声を出さないように泣いた。これからどうすればいいのだろう。辛いよな。残された人の中で、私の力でピロせそうなのは彼女だけ。でも、優しい言葉をかけてくれたリツちゃん。私、リツちゃんをピロしたくない。その時だった、なぜか昔お兄ちゃんが言った言葉が頭に浮かんだ。ちえ、大事な決断をするときはね、自分の心が正しいと思うことに従うんだよ。私、どうして今、こんなことを思い出しているんだろう。中学生になった頃、
私は相変わらず両親により鍵付きの部屋に閉じ込められていた。今思うと完全な虐待だが、当時の私は自分が悪いんだと思い込んでいた。虐待されるこの気持ちですね。自分がバカだから悪いんだ。私がちゃんとすれば、両親はいつかきっと私のことを好きになってくれるはず。そんな淡い期待を抱きながら日々過ごしていた。部屋は電気もつかず、薄暗い。唯一、窓から差し込む月明かりだけが部屋を照らしてくれた。その窓は、特別な窓だった。こっそりお兄ちゃんが私に会いに来る時の秘密の出入り口だったからだ。その部屋ではお兄ちゃんとの時間だけが唯一の楽しみだった。ある日の夜、今日もお兄ちゃんが来てくれた。K、ちょっと質問。なに？ K が今一番行きたいところはどこ？え？急に、なに？いいじゃん、早く答えて。思いつかないな。じゃあ、お兄ちゃんと一緒に花火でも見に行かない？もう決めてたんじゃん。そうか、今日はお祭りの日なんだ。行きたい。よし、そうと決まれば今から行こうか。あ、でも、もしお父さんたちに見つかったら。大丈夫だよ、花火を見てすぐに戻ればバレないよ。それに、もし見つかっても俺が無理やり連れ出したって言えば大丈夫だよ。わかった、ありがとうお兄ちゃん。じゃあ、行こう。もうこれ恋人同士ですやん。私とお兄ちゃんは窓から外に抜け出した。なんだかドキドキするね。ドキドキする。もうこれ恋人同士ですやん。ほら、これに乗って。私は兄の自転車の後ろに乗った。いいかい、しっかり捕まってろよ。あれ？これ恋人同士だな。私はドキドキしながら兄の後ろに乗った。ねえ、どこで花火見るの？俺のとっておきの場所に連れてってやるよ。とっておき？楽しみにしてろよ。私たちは少しの間、自転車で走った。こんなお兄ちゃんいたら理想高くなって彼氏できなさそう。ここなの、お兄ちゃん、森だけど。大丈夫、この奥だから。それともチェ、怖くなったとか？別に怖くなんてないよ。は、ごめんごめん。さあ、行こう。そのまま私たちは森の中を歩いた。暗い森は不気味だったが、お兄ちゃんがいるから安心できた。はぁ、青春だねぇ。しばらく歩くと、霧がなくなり丘に出た。ほら、ここだよ。へぇ、こんな場所があったんだ。俺とチェだけの秘密な。二人だけの秘密ね。その丘は少し高いところにあり、お祭りの会場を見下ろすことができた。遠くから見たお祭りの光はピカピカと輝き、とても綺麗だ。ほらね、特等席だろ。丘の上は気持ちいい風が吹き抜ける。ほら、始まるよ。たまやー。大きな花火が、暗い空に咲いた。初めて見た本物の花火はとても幻想的で綺麗だった。一瞬で燃え尽き消えてしまうその光はとても切なく、なぜか胸が締め付けられた。綺麗。今日は本当に人生で特別な日だ。そんな感動している私の耳元で、お兄ちゃんが何かをつぶやいた。花火の音でよく聞き取れないため、私はお兄ちゃんに少し近づく。チェ、来年俺は高校生になる。だからね、俺はこの家を出ていこうと思っている。お兄ちゃんが会えなくなっちゃう。突然の兄からの告白に、私は動揺した。そんな私の横でお兄ちゃんは話し続けた。今まで俺はずっと親の言いなりだった。学校や習い事、全部親が決めたことに従ってきた。そして俺自身、親の命令に従えば安心だと心のどこかで思っていたんだ。でも俺、そんなの嫌だって思ったんだ。もうこれ以上親の言いなりになるのは嫌だ。俺は、俺の人生を生きたいんだ。だから俺、あの家を出るよ。両親は絶対反対するからね、隠れてでも出ていこうと思ってるんだ。そうなんだ。そう語るお兄ちゃんの顔は自信と決意に満ち溢れている。止めることはできない。J はどうする？一緒に行くか？愛の逃避行よ。でもそんなことをしたらお父さんとお母さんがすごく怒ると思う。まあ、確かにあの親だしね。でもね、J はお父さんとお母さんの言う通りに生きていくの？大げさに聞こえるかもしれないけど、そういうことなんだよ。いいかい、J はどうしたいんだい？あのな、J、大事な決断をするときはね、自分の心が正しいと思うことに従うんだよ。自分の心？そう。J は今の自分に自信がある？ない、だってバカだもん。そのバカっていうのはどうしてそう思うの？だって学校の成績も悪いし、お父さんもお母さんも私のことバカだって。だから自分のことがバカだと思うの？お兄ちゃんは K は天才だと思うよ。だって、あんなに上手なエアポエムは普通は書けないよ。ありがとう。私は打天使ってやつ？ほらね、見方を変えるだけで世界は全然変わっちゃうだろ。本当だ。だからね、K、人の評価で自分の価値を決めてはダメだ。K の人生は K のもの。自分で、自分の生き方を決めなくちゃね。私の生き方。そう、J の心は解き放たれたいと叫んでいるんじゃないのか？今の生活から、あの両親から。それは、あとは J が自分で決めないといけないよ。その決断をするのは、親でも俺でもない、J だよ。あの親の元にいてもいいことないぞ。突然の兄からの問いに私は答えに困った。今までそんなこと考えてもいなかったから。楽な人生ではないと思うがな。大きな花火がまた一つ空に咲いて、そして消えた。私の人生、それは花火のようなものなのかも。一瞬咲いて、そしてすぐに消える。人の命は花火のように短くはないけれど、いつか私という人間も消えてしまう。そうか。それなら、自分の思うように生きなくちゃ。私、自分の人生を生きたい。自分の時間を生きたい。よく決心した。お兄ちゃんと一緒なら大丈夫。今夜で一番大きな花火が空に咲いた。お兄ちゃん、私も、家を出る。お兄ちゃんと一緒に行く。本当にいいの？どうなっても全部、自分の責任だぞ。それでもいい。だって、私は、私の人生を生きたいから、他人に決められた時間を過ごすんじゃなくて、自分の命を生きたい。そうだ。あんな虐待する親普通じゃない。私の目からは涙が溢れていた。お兄ちゃんの目にも、涙が浮かんでいる。お兄ちゃんの涙に反射した花火がゆらゆらと揺れて、とても綺麗。わかったよ、J。一緒に行こう。その日の夜、空にはたくさんの花火が咲いた。淡
青赤黄緑、いろんな色の花火。それはまるで、今の私の心を表してるみたい。ずっとモノトーンだったのに、急にカラフルに色づき出したんだ。私、今日、生まれ変わったんだ。大げさじゃない。本当に、そんなことを思った。この兄弟が幸せになりますように。それからしばらくして、花火大会は終わった。私とお兄ちゃんは暗い道を、自転車に乗らず歩いて帰った。それは私のわがままだった。せっかくのこの素敵な夜をすぐに終わらせたくなかったのだ。湿った夏の夜の空気。家まで続く海沿いの道。私たち二人はとぼとぼとその道を歩いた。早速明日、作戦を実行するからな。うん。明日の夜まで荷物をまとめておくんだよ。うん。私とお兄ちゃんは、明日の脱出計画を話しながら歩いた。私は明日から始まる新しい生活に、ドキドキしていた。その時までは、ちょっと変なフラグ立てないでくれや。突然けたたましいブレーキ音が響いた、一瞬の出来事だった。え？危ない。兄が私を突き飛ばした。私はそのまま地面に倒れ込んだ。次の瞬間、急に放り出されたお兄ちゃんが見えた。この二人が何したって言うんだよ。嘘、目の前の光景がスローモーションになる。急に浮かんだお兄ちゃんはまるで人形のようだ。なんかフラグビンビンでしたもんね。お兄ちゃん。兄は頭からコンクリートに打ちつけられた。お兄ちゃん。必死に呼びかけたが、何の反応もなかった。嘘だ、こんなの嘘だ。お兄ちゃん。何度呼びかけても、やはり反応がない。さっきまで一緒に花火を見ていたのに。ついさっきまで、明日の脱出計画を二人で立てていたのに。これは、現実なの？その後事故に気づいた人が大勢集まり、私たちは救急車で運ばれた。頼む。無事であってくれ。兄はすぐ集中治療室に運ばれた。懸命の治療もあり、兄は奇跡的に一命を取り留めた。マジか。病院に駆けつけた両親はひどく動揺していた。そして、病院の待合室で待っている私を見つけて両親は激怒した。兄が事故に遭ったのはお前のせいだと、父が怒鳴った。兄じゃなくて跳ねられたのがあなただったらよかったのにと、母は泣いた。はい、最低。私は、ただただすいませんとしか言えなかった。だからちえちゃんはすぐ謝る癖がついたのか。私たちに突っ込んできた車の運転手は居眠りしていたらしい。お兄ちゃんは一命は取り留めたが、意識が戻ることはなかった。え、植物状態。私は自分を責めた。私さえいなければ、私が歩いて帰ろうなんて言わなければ、お兄ちゃんは事故に遭うことなんてなかったのに。それは違いますね。私さえいなければ、私は激しく自分を責めた。深い深い闇に、自分が心が落ちていくのを感じた。そして両親は以前よりも私のことを軽蔑し、例の部屋に隔離した。そして、私は再び元の生活に戻ったのだった。懸命な教育のおかげで娘さんは変な薬を売るようになりましたよ。私は、りくちゃんと兄を重ねていた。事故からもう随分長い時間が経ったが、兄の意識は未だに戻っていない。大事な決断をするときはね、心が正しいと思うことに従うんだよ。兄が伝えてくれたこと。その言葉は、今でも私の心に強く残っている。そして今、私はりくちゃんをピロすのか、それとも、りくちゃんをピロさないで自分がピヌか、自分の心が正しいと思うのは、どっちだろうか。私は、りくちゃんを、そうだよ。ピロしたくないの。言葉に出すとはっきりわかった。これが、私の意見だ。これが私の心の声だ。私は誰かをピロしてまで、出たいとは思わない。本当に強いのはこの子ですよ。そして私は物置のドアに鍵をした。ここに閉じこもり、処刑されるのを待とう。お兄ちゃん。私、自分の心に従えたよ。私の決断を、お兄ちゃんは笑ってくれるかな。消えなかったねー、って。昔みたいに、頭を撫でてくれるかな。私が撫でてやろう。お兄ちゃん、私はここで死ぬけど、不思議と後悔はないの。バカな妹で、たくさん迷惑かけてごめんね。いつも私の味方でいてくれて、本当にありがとう。私は全てを受け入れて、時が過ぎるのを待った。さすが私の推しに間違いはなかった。すごいよ、ちえちゃん。それからしばらく経って、うん。なんとなく、部屋に異様な匂いが漂っている気がする。一体なんだろう。息が苦しい感じがする。なんだか頭も割れるように痛くなってきた。一体どうしたんだろう。リツちゃんもとどまってほしかった。なんか部屋の中が曇ってる？煙？いや、ガス？どうしてガスが入ってきてるの？そんなことを考えているうちに、苦しさはどんどん増していった。急いで部屋から出ようとするが、なぜか入り口のドアが開かない。苦しい。ここから出して。息ができなくなってきたところで、私はもうパニックになっていた。ピヌ覚悟はできていたはずだけど、本能的にここから出たがっていた。お願い、出して。それ誰だってそうなるよな。リツちゃん、思いとどまってくれ。どうやってもドアは開く気配はない。どうして開かないの。ドアの小窓から人影が見える。あれは、リツちゃん。なぜ、リツちゃんが扉が開かないようにしているの？まさか、リツちゃんが私をピロそうとしている？どうして、私が狼なのに、まさか、すべてを悟りましたね。リツちゃんも狼だった？それで私を狙って、そう考えるとすべての辻褄があった。それが分かった瞬間、私はふふっと笑った。私がリツちゃんにピロされて、リツちゃんが助かるならそれでいい。意識が途切れかけているのが分かる。リツちゃん、あなたには生きてほしいな。そのまま、私は意識を失った。リツちゃんとお兄ちゃんを重ねてるからなんだろうな。ケイちゃんはマジで強い人だった。おーい。誰かが私を呼んでいる。おーい。この声は、リツちゃん。ここは。おい、大丈夫か？何寝てんだよ。ずっと呼んでも目を覚まさないからびっくりしたー。すいません。見渡すと、そこは夕暮れの丘だった。ここは、お兄ちゃんが連れてきてくれた。懐かしい。でも、どうしてリツちゃんがここに？リツちゃん、一体何が起きているんでしょうか？まあそんな細かいこと気にすんなよ。ほら、あっちでみんな待ってるぞ。リツちゃんに言われて指差す方を見ると、狼ゲームで出会ったみんながいた。皆さんまでどうしたんですか？
そして、その中に一人、特に見覚えのある人物がいた。K、お兄ちゃんが成長しておられるルルル。K、待ってたよ。お兄ちゃん。どうしてここに、意識が戻ったの？うん。K をびっくりさせようと思って、みんなに集まってもらったんだ。そうなんだ。よかった。お兄ちゃん。本当によかった。K、ほら、いつまでも泣いてないで。うん。みんなー、準備できたでー。ほら、K ちゃん、みんなでバーベキューしましょう。な、早く食べよう。うん。おいお前、その肉まだ焼けてないだろ。うるせえ、人の肉事情に口出しすんなよー。そんなに口うるさいと、モテないだろ。な。はは、図星だな。あー、リンタロウこら。ここに焼いていた俺の肉、今勝手に取ったよな。僕じゃないよ、デイナリ君だよ。俺食べてませんよ。リンタロウって、適当なこと言うなよ。嘘、かつてない最高の焼き加減だったのに。慌てなくても、まだまだたくさんあるわよ。これ、全部食べきれるかな。材料は竹雄さんがたくさん持ってきてくれてましたから。およ。竹雄さん、ありがとね。あはは、本当みんな仲いいね。うん。それにしてもチェ、久しぶりだね。大きくなったね。うん。俺、ずっとチェのことが心配だったんだ。だけど、こんなにたくさんのいい仲間と出会えてよかったね。もう、心配いらないね。お兄ちゃん。ありがとう、お兄ちゃんのおかげだよ。チェ、大事な決断をするときに逃げなかったね。チェは偉かったね。そういうとお兄ちゃんは私の頭を優しく撫でてくれた。私は嬉しかった。お兄ちゃんがいて。みんながいて。なんだか、幸せだな。こんな日がずっと続けばいいな。その後、みんなでバーベキューを楽しんだ。おーおい、みんな集まってー。記念写真、撮ろうよ。いいですね。なんだか照れるな。はーい、じゃあみんな並んで並んで。おい、リンタロウ前に来るなよ。私映ってないんだけど。しょうがないなー。お前はどこにいてもチビだから映らないだろ。マジうぜー。はは、みんな楽しそう。チェ、こっちにおいで。うん。私もこっちにおいでとか言われたい。それじゃ、撮るよー。はい、チーズ。私はもう気づいていた。きっとこれは、私が最後に見ている走馬灯のようなものなのだろう。それでもいい。ありがとう、お兄ちゃん。ありがとう、みんな。チェちゃんはこういうことをしたかったんだろうな。私、小宮チェ27歳、27年間という短い人生だったけど、なんだかんだで、とっても幸せでした。お兄ちゃん。最後に会えて、本当に嬉しかったな。またいつか、一緒に花火を見れたらいいな。このゲームに参加した人たちがチエちゃんのような考えを持っていたら、こんなに犠牲者は出なかったな。そして別の形でみんなと出会えていたら、今みたいにみんなでワイワイできたんだろうな。悔しいのはリツちゃんも思いとどまってくれてたら、と考えると胸が苦しいです。チエちゃんが素敵な人間に成長したのはお兄ちゃんのおかげなんだろうな。いつになるかわからないけど天国でお兄ちゃんとバーベキューできるといいね。